いろんなことが、終わりで忙しい、でもぜひ行ってやろうという気持ちのお持ちの方の集まりだと思います。ありがとうございます。歩き続けた今も大事にしたいなっていうようなことがあります。今日本当にいろいろ超えて、そしてこの場に来ていただきましたので、お礼申し上げます。あなたの湯川静信と申します。よろしくお願いします。そして今あなたはここにそして今命抱きしめてそして今あなたは生きる両手を合わせて
杉田で平和マラソンというのがありまして、駅伝をする。